はい、こんにちは。今回はドローンです。今回用意したのはマビックミニ。これずっと前から持っていたんですけれども、手軽に FPV これができないかと思っていろいろ調べたところ、ライチっていうソフトを使うと、FPV モードで飛ばすことができました。やっぱりですね、FPV モードで飛行すると没入感というのは半端ないですね。特にやっぱり背景、文字、そういったものが立体的に見えるっていう素晴らしい、いい映像が堪能できます。最小構成パーツとしては、ライチっていうアプリ、これ有料なんですけれども、3000着、そのものを購入していただいて、一番手軽なのはこの100均の3D グラス、使っていただくと簡単に FPV モードが楽しめます。本格的にですね、ちょっと没入感を求めるならばこのゴーグル、大体1000円から2000円ぐらいで購入できます。それとですね、100均で売ってる OTG の、マイクロ B ケーブルと同じく100均のですね、1メーターの延長ケーブルがあれば、FPV モードで楽しむことができます。それではですね、どういう感じで運用しているかを、この一番簡単な 3D グラスをスマホにくっつけるような形で確認していきたいと思います。これですね、ちょっと手順がありまして、一応標準アプリ、ここのですね DJI フライ、これを立ち上げて、安全に全てのセンサーが機能しているかを確認してください。一応今何もエラー表示出ていないので大丈夫ということですね。で、これを全部閉じてしまって、ライチ、このアプリを立ち上げます。そしたらですね、この状態で映像が表示されたら大丈夫です。で、一応飛行してからここの離陸ってボタンを押してからこの FPV モードに合わせてこのグラスの位置を合わせると、これちょっと欠点としては、このレンズのですね、距離調整ができないので、3D アートとかを見るようなちょっと目のなんですかね、焦点の合わせ方、工夫する必要があります。ただゴーグルかぶるわけじゃないので、手軽に FPV モードを楽しむことができます。で、離陸してからこれちょっとになるので、これですね、これをこうしてこうして終了、 VR 終了ってボタンがあります。そうするとこの画面に戻ります。それで、通常ここ、これ使いたい場合はこれつなげて離陸してから結局ここのカバーにちょっとはめる必要があったりするので、ちょっとめんどくさいところがあります。ここのちょうどこの割当て機のところにうまく合ってれば、できるんですけども、ボタンの位置がちょっと違うので、うまく機能してません。これのいいところはメガネの目の距離ですね、レンズが動かせるのと、左右で傾きが合ってなかったらこの携帯電話の角度を合わせていただくと、綺麗に合います。それではですね、実際にちょっと飛んだところからまた説明し直したいと思いますので、一旦ここでカット入れます。はい、それでは準備ができました。ドローンを地面に置いて、プロポの方ですね、こちらの方のライチの離陸ボタン、これを押します。で、離陸しますね、自動離陸です。この状態になったらここのですね FPV のゴーグルのマーク、これを押してもらうと、このですね2画面になってます。この状態でレンズを合わせて覗き込むと、
3D モードになります。でこの状態で、まあ、本来であればゴーグル、こっちのゴーグルに、セットしなくちゃいけないので、ちょっとこれ手間が多いですね。でこのもう本当にですね、レンズのこういう感じ、これがまあ立体に見えるようになります。で非常に没入感の高いフライトが可能になります。でこの、まあ、3D レンズがいいのはやっぱりゴーグルまでつけてしまうと、とても素晴らしい没入感がある代わりに、ちょっと平行感覚とか周りの状況がよく分からなくなってくるので、慣れないと飛ばせないっていう部分と、やっぱりゴーグルつけると補助者必要になってきますよね。どこドローン飛んでるとか、そういったところも含めてですね、ちょっと見ていっていただいた方が、補助者にですね見てもらった方がいいと思いますね。もちろんそのマビックミニですと一応今のところ規制は引っかからないんですけれども、まあこの辺ですね、将来的にも引っかかるっていうのもありますし、油断しているとやっぱり事故の元なので、今慣れないうちにですね、そのゴーグルというよりはこういう 3D レンズの方がおすすめかなとは思います。今日は以上となります。それではまた。